どうも、ベタです。パーサーがやっていきたいと思います。はい、本日は、桜葉龍騎が50になりましたので、こちらを自前で使ってね、やっていこうかなと思っております。で、今回のデッキとしまして、ラキティッチ、スアレス、桜葉、オート、メッシ、荒木。この6人でいこうかなと思ってます。まあ、とりあえず荒木くんね、SR45 以上だと、得意練習頻度に、こちらもらえますので、しっかりとやっていこうかなと思っております。で、アイテムの方は、パードルと招き猫持ち込んでおります。では、やっていきましょう。桜葉と、あれか。残念ながら自分はこっち行きます。先に、やっぱメンタルキャラの、評価を上げていきたい。特にオート。荒木の場合は得意練習頻度2、オートの場合は得意練習頻度4。しかも荒木の場合はメンタルとテクニックに得意練習持ってるので、できればオートを優先させてあげた方がいいですね。はい。ねえ、オッケー、メンタル行こう。で、オートちゃん回復ですね。で、荒木くん、これは荒木くんでいいかな。うん、メンタル行ってきます。はい、オッケー。で、これは勇敢でいきます。精神ボナがあって、強いんで勇敢でいくのと、あと、規律でもいいんじゃないのっていうかもしれませんが、これは一心伝心、もらえちゃうのでいらないです。なので勇敢でいきましょう。はい、勇敢いきまーす。はい。で、そして、お、3人、荒木くんか。いいね。悪くはない。じゃあ、ここ行きます。うん。荒木くんの評価を上げたいし、みんな遠い3人がいるんで、ありがたいです。で、荒木くん早めにタックお願いしますね。で、スアレスの評価が上がっていく。で、桜葉。そんないいとこないからメンタルでいいかな。メンタル行きましょうか。メンタル行きます。本当は秋山とか踏んで行きたかったんですけどね。桜葉はタック来たらさっさと上がっちゃうから別にいいんだよな。で、荒木くんこれでもう評価は足りてますね。あとはオートちゃんか。そして、タックが来てる。これじゃないな。ここだな、ここ。ね、小暮くんと、秋山くん、ありがたいんで、行きます。行きましょう、ディフェンス。で、そしてタックがメンタルに来てほしかったね。お!いいじゃん。秋山と小暮が行ける。しかも、オートちゃんがいるから、オートちゃんの回復が次から来る可能性が高いです。はい。しっかりとメンタルタック打ってください。メンタルタックに集まってください。お願いしまーす。はい。出しなめる。はい。メンタルタック。有本くんか。まあいいや。これいきます。いいです。小暮くんと秋山くんも1ずつ進むんで。まあ、これは言っとくべきでしょう。はい。1でーす。で、中山くんもちょっと遠いからね。ちょっと気にしていかないといけない。で、これは、いや、全力だ。精神だけはね、いらないんで、全体的に欲しいです。はい、桜葉。で、メンタルにいない、秋山、桜葉、有本。お、ここだな。うん、ディフェンス行きます。ディフェンス、怪我するな、よ。はい、OK。でも次メンタルにいい練習が来てくれないと困るんだよな。はい、誰だったっけ、有本。あ、関かな。関がかかったはず、うん。はい、これでパスでリズムを作ろう。で、メンタルに来て。あ、秋山か。まあ悪くない。秋山行こう。はい、メンタル行きまーす。で、オチをつけたきゃネタを増え。
はい、スルーパスゲットでーす。で、お、4人いる。4人ならここでいいね。行っときまーす。はいはいはい。もっとみんなテンションも上げていこう。はーい。OK でーす。で、1337。ちょっと低いっすね。経験点が出てない。全然出てない。ちょっときついかな。秋山くん。秋山いいな。でも、堀よりか全体的に上げた方がいいね。メンタルいきまーす。はい、はい、はい。で、ここ行こうか。オフェンス行こうか。テクニック行こうか。まあでもオフェンスですね。秋山くん手上げてるし。はーい。で、メンタルに。あー、ウィルくんか。ウィルくんか。まあ、行っとこう。ちょっと微妙だな、今回。全然引き寄せれてない。青木くんはさっさと引き寄せたい。秋山くんでもいいけど。ちょっとライバル出していきたいからね。はい、そっち。で、桜庭。ハードワークのコツもらいまーす。で、メンタル、中山くんいるから。まあ、ここ行こうか。はい、中山、青木。で、次、青木くんがもう入りますね、中に。はい。で、密着マークで対抗。テクもそろそろ上げとかないと。C ぐらいにしとこう。で、オフェンスも上げていきたい。はい、スタミナとスピード上げます。はい。これでいいでしょう。で、中山くん。ここも行きたいけど、中山くん。はい。で、青木くんが OK。で、ライバルが来ますね。ちょっと関くんと小暮くん、今回ちょっと遅れてますね。関小暮を、ちょっと、呼ばないといけないな。関小暮。あー、ライバルか。戦っとくのはありだね。戦っておくか。ここでもいいんだけど、戦っておきます。はい。まあ多分参戦しないと俺勝てないんで、いつも。なんでもう、早めに2戦パパッと終わらせて能力上げておきます。3001。で、明日部屋で渡す。はい。で、おー、これ悪くないなぁ。あ、これでもいいなぁ。ここか。やっぱりここか。タックいっとこう。で、岩渕くんが次で終わるから。あ、こっちの方が良さそうだな。うん、桜庭くん終わらせていった方が良さそうだから、岩渕くんはいいや。はい、テクニックいきまーす。いきましょう。で、岩渕くんを、カルロスとかウィルってどうだ？ウィルは終わったからカルロスあげとこう。はーい、カルロス。カルロスって今どこ？おー！ほー！そんな来たか。カルロスあれだね。いいね。いや、ここ行きたいな。すごい行きたい。すごい、行きたいよ。行こっか。40%。怪我するか。ドリンク飲もう。そうだね。これ言っときます。テクニック言っておきましょう。小暮くんが3も近づくのはありがたい。で、秋山くんも2も近づいてる。秋山3か。はい。2か。2だな。で、次はメンタル。メンタル。
体力的にちょっと調整しないといけないからね。はい、ナイスパース、ラスパースで、操るパスから、はい、オッケー。おお、悪くない悪くない悪くない、秋山と関と桜庭悪くない。ああ、これでもいいけどな。最悪桜庭どうだっていいから、これでもいいんだよな。あー、どうしようかな。こっち行こうか。うん、普通にメンタルでこれでいきます。いいや、はい、行っちゃいまーす。はい、行っちゃいましょう。体力の回復も多いしね。はい、オートちゃん、で、中山、悪くない。中山悪くないよ。で、ここも行きたいところですが、これはメンタルでいいや。メンタル行きまーす。中山くーん、青木くーん。はい。で、メッシ、その通りだな。早めのゾーン。お、小暮くんもいる。悪くないね。あー、ここ行きたいか、行きたいか、行きたいか。たいか、でも体力的にこっちなんだよな。はい、メンタルいってきます。体力的にこっち選んでおきます。はい、いいでしょう。で、普通の次練習したいよ。で、その通りだ。で、有本じゃない。あー、ここありだな。あー、ここも、おー、ここ行こう、ここ行こう、ここ行きます。で、一応ちょっと上げとこうか。少し、上げておきます。少し少し能力を上げておきます。能力を上げておきます。上げておきます。まあこんなもん、こんなもん、こんなもんかな。はい、これでいきましょう。スピード上げれる？あ、無理か。はい、行きまーす。で、ライバルとの対決ですと。はい。秋山がもうあと2だからね。はい、負けました。あと1回。あと1回でさすがに勝てるはず。チームプレイゲットです。あー、大一番三角。辛いな。で、3728、経験点がちょっと出てない感じもしますが、まあなんとか、なんとかいきましょう。健康に過ごしたい。はい。そして、ここでもいいかな。ここでいいかな。メンタルいきましょう。メンタルね。はい、メンタルいきまーす。で、秋山があと1か。関くんと中山くんね。しっかりとやっていこう。で、オートちゃん練習に誘導する。で、オート、お、悪くない。おー、関くんいいね。こっち行きましょう。テクニックいきます。これも行きたいけどいいです。行きましょう。で、小暮くんがかなり近づくと。はい、桜庭くんこれで OK ですね。はーい、OK でーす。関中山、あとは関中山。体力回復してほしかったな。お、悪くはない、悪くはない。あ、でもこっちの方が良さそう。こっちの方がいいな。こっちの方がいいです。うん、中山くんが上がるんでいいです。はい、メンタルいきましょう。で、次で中山くん OK ですね。はい、体力回復。で、あと1ヶ月以内にライバルを倒さないといけない。ライバルを踏まないといけない。んで、いきたいんだけど。で、上ですね。負けずに突進。で、パワー上げとこう。パワーアイゾンの可能性もあるからパワー上げときます。で、オフェンスもちょこっと上げたい気分ですね。上がんないか。残念。で、おー、この小粒だけど、結構来るね。ライバルここか。
ライバル行ってもいいんだけどね。行ってもいいんだけど、ちょっとこっち行っときます。はい。メンタル行っていきましょう。はい。秋山、中山、関。関、次で OK だね。じゃあ次、ライバル踏んでいきたい。次、ライバル踏めば、もう完了ですね、全体で。はい、OK です。哲学1。セクさんのうちにね、できるだけ一致させておきたい。完全一致まで。それができるかできないかで、だいぶ郷田くんが楽になるか楽にならないか決まってくるんで。はい。ローラーズ、はい、ゲットです。おお、悪くない、悪くない、悪くない。これはちょっと、まあ、ボスいないし、ここ行こう。ライバルいないし、ここ行こう。はい、メンタル大量で、いいですね。いいっすねー。行きましょう。関くんもかなり近づく。ありがたい。いいね。一致、完全一致。あ、いいよ。で、ボス、あと3周のうちに倒さないといけない。ライバル、ライバル、ライバルを倒したい。完全一致。はい、カルロス、ナイス。いいですね。で、大一番、オッケー、ナイス。よかった。大一番、三角もらっちゃったからね。もらっときたかったんだよな。そして、ここは行かない。あ、いいとこいるじゃん。いいとこいるじゃん。ライバルね。では、とりあえず、ライバル倒していきます。ライバルを倒していきましょう。で、テクニックも振りつつ、スタミナ。スタミナを上げよう。90にした。で、あと、意外性とか振っとこうかな。チームプレイ。爆発力ワンチャン欲しいから、はい、これでいきます。もう一番は潰しとこう。はい。では、ライバル勝負です。勝たせてください。お願いしまーす。勝ったっしょ。さすがに勝ったっしょ、これは。はい、OK です。ナイスです。堀場くん。で、堀場くん、タックンのとこに来てほしいな。タックンのとこに来てくれればありがたい。まあ、メンタルでもいいけどね。まあ、メンタルタックが一番いいね。はい。堀場くん、エースキラーゲットです。はい。オートちゃん成功して。ナイスパース。いいですね。よかった、維新電信ゲット。これが依存がないからね、怖かったんだよな。よかったです。俺もやりたい。で、そして、お!いいとこいるじゃん、堀場くん。ナイスだね。あ、こっち行こう。堀場くん、ちょっとあれですけど、こっち行きます。いいです。こんなに技術もらえるのはありがたいです。行きます。で、テクニック振っとこう。で、次のターンを振、あ、待てよ。オフェンスをささっと振っちゃった方がいいか。まあいいか。オフェンスを振っちゃおう。はい、ではテクニック練習いきます。6パワーですが、怪我するなよ。怪我するなよ。あ、4、うん。いきます。はい、オッケー!ナイスー!いいですね。堀場くんと桜庭くんがかなりくれた。で、メッシのような存在になる。で、テクニックも上げていきましょう。はい、しっかりとメンタルに来てほしい。はい、ドライブシュートもらいまーす。はい。で、テクニック、オフェンスも上げて、テクニックも上げといてと、上げといて。これで依存は大丈夫っしょ、さすがにね。はい、OK です。で、メンタルに、いない。いない、いない。堀場くんと桜庭くん行きたいからね。これはメンタルいっときます。いいです。はい。二人、近づいて。で、メンタルに集まってて。で、これは、上で。下は精神なんで。はい。メンタル。お、いいね、いいね、いいね、いいよ。有本くん、次で OK ですね。OK ですね。じゃあ、メンタルいきます。で、かなり、うん、セク3中に行けるはず。セク3中に追われるはず。ゴーダが来る前にね、結構終わってるのがありがたい。で、司令塔ください。ナイス。いいよ。お、関くんも次で終わるね。で、有本くんもこれで終わりだろ?あ、関くんこれで終わるわ。いやでもこれはさすがに有本くん欲しいんだよな。有本くん終わらせたいんだよな。有本って、あと1だよね。おい、見せろ。見せろ。見せてくれ。あ、有本1だよね。あー、迷うな、迷うな。これメンタルで、余裕あるからまあいいんだけど、余裕あるからここ行こっか。こっち行きます。はい、関くん終わり。有本くん残念。はい。
次に回します。はい、OK です。完全一致。で、桜庭クリアしね。はい、ナイシュー。いいですね。お、悪くない。むっちゃいいとこ来てる。むっちゃいいとこ来てるやん。しかも次有本矢部さんがクリアだろ。あー、いいじゃん。むっちゃいいじゃん。ここ行きます。テンション上げて、はい、ここ行きます。はい、で体力もいい感じに来たからね。はい、メッシー成功してね。 OK、 ナイスゾーン。いいですね。でラクティッチも成功してね。はい、 OK、 レジスタゲットです。いい感じ、いい感じ。お、やべ、やばいの来ちゃった、また。どうしよう。これ完全一致させたいんだよな、さすがに。完全一致はある程度させていきたいんだ。これ迷うなー。これでも、経験点的にはこっちなんだよな、テクニックな。いいですな。どうしよう。あと何人 ?1、2、3、4、5、6。でももうほとんど終わりかけてるから、もう、これは踏むか。これこっち行こっか。いいや。次で終わるとか言って、次で、誰だっけ、二人、矢部坂くんとか終わるって言ったけど、まあいいや、これでいきます。うん。さすがに経験点もらっていきましょう。で、溢れはしないけど振っていきます。これでテクニック100、ああ、まあいいや。まだだな。とりあえずスピードを上げて、ゾーンを振って、ね、ドライブシュートを振っての、技術系を振っとっていきます。はい。これで、テクニック踏みましょう。はい。できればオフェンスとかフィジカルに固まってくれるとありがたかったんだけどな。で、体力回復ここでくんないかな。ああ、残念。で、ここ練習して、できればメンタルで練習して、9643出てるよ。で、いい練習踏んで、ゴーダ君と勝負していきましょう。お!悪くないけど、ちょっとさすがにね、終わらせていきたいんだ。終わらせていきたい。これで終わんだよな。小暮くん、岩渕くんが終わる。小暮くん、岩渕くんが終わる。あー、違うんだよな。矢部坂を終わらせるのもありなんだよな。体力的に矢部坂を終わらせておきたい。矢部坂を終わらせようか。いいや。オフェンスちょっと、怖いです。体力的に矢部坂いきます。まあいいです。いいです。まあ、かなり、みんな完全一致に近いんで。まあ、できないこともないと思うんだよな。はい。はい、ゴーダくん勝負です。で、だいぶもう能力上がってるからね。ささっと勝ちたいんだよね。勝てないかな。ランク的には高いはずなんだよな、かなり。レジスター、エースキラーはちょっと待とう。だって、絶対勝てるだろ、これ。ゴーダ君に勝ってる気がするんだよな、能力。オフェンス100しよっか。あれ、オフェンス100?オフェンス90のものにしよう。いいや。パワーあげよう。はい。で、オートちゃん、まあ、お!ここ行きます。ここ絶対行きます。ここがいいです。ここがいいです。これでだいぶ、次のターン終わるからね。はい、行きましょう。あ、全員終わんのか。ここで全員終わんのね。あ、ここで終わらせてきます。フィジカル、行きましょう。いいですね。いい感じに来てくれた、フィジカル。今の筋力稼ぎでもよかったけどね。完全一、完全一。あと、堀場くんぐらいじゃない？よかった。あとは、うん。いい練習踏むか、ゴーダくん、ひたすら勝負していくか。できればゴーダくん、メンタルに来てほしいんだけどな。来ないかな。はい、完全一致。よー、どんどんテンション上がっていく。はい、体力回復ナイスです。いいよー。で、堀場くん、ゴーダくん。あー、またいい練習来てんだけどな。堀場くん行ってもいいけどな。堀場くん行ってもいいけどな。ちょっと体力回復しよっか。ちょっと体力回復します。で、ゴーダくん踏みます。ゴーダくん。いいです。
多分負けると思いますが、踏んじゃいます。踏んで踏んで踏みまくります。いいです。で、パワーも、パワーでも C のままかな。筋力がちょっと足んねえんだよな、このままいくとな。ゴーラーズハイ取るか、ファーストゴール取るか。で、闘争心取ろう。窓枠も取ろう。これ絶対ゴーダー超えてる気がするんだよな、能力的に。はい、ゴーダー勝負です。いきまーす。勝負勝負。あ、勝てないんだよな。やっぱり何回か倒さないといけない。何回も勝負しないといけないんだな。で、桜庭、これでエースキラーもらえたはず。あれ、エースキラー取ったっけ？取ってないよね。エースキラー、対エースの骸骨。ゲットです。で、10。もちろん筋力が欲しい。で、対エースが取れない。精神足らない。お。ああ、どうすっかな。技術じゃないんすよね。技術じゃない。技術じゃない。技術はもういらない気がする。なんで、まあ、技術後でももらえると思うので、これはフィジカルいってきます。で、ゴーダ君倒しに行きます。多分倒せないけど。もう一回ですね。まあ仕方ない、これは。で、これは一回休んでもいいですね。休んでもいいですね。休みましょう。一回休みます。チンガバ来い。残念。で、これは誰だっていいや。秋山。あ、チームプレイだったか。覚えてなかったんだよな。残念です。で、これは堀場くん行こっか。堀場くん。堀場くん行きます。堀場くん。あー、でもゴーダくんでいいな。ゴーダくんこれ倒しに行こう。ゴーダくん倒しに行きます。堀場くんはまだ後でいいや。メンタルにゴーダくんがいるならメンタルでいいでしょう。はい、ゴーダくん倒しまーす。はい。で、こっからゴーダくんをガツガツ踏んでいきましょう。はい、お疲れ様でーす、ゴーダくん。ライバル撃破。はい、哲学一致。精神的支柱。で、堀場くん。ゴーダくんがいない、いないか。ここで堀場くん次追われるから、これ言っておきますね。はい、で、次からもうゴーダくんしか踏みません。ゴーダくん、とりあえずゴーダくん来て。これは俺手伝うよ。はい。あー、両方ともコツいらんかったやつや、これ。ミスったな。やっぱりまだもうちょっとコツとか分からないといけないな、俺。分かってないんだよな。ちょっとね。で、これ行きたいところですが、こっちですね。こっちで巻き込んでいきます。うん。あ、2か。でもこれ、堀場くん終わりだからこれでいきます。はい。で、あと3ターンで、ゴーダくん、クリアすれば OK なんで。いいでしょう。はい、完全一致。決定力。で、しっかり前半後半行きましょう。で、これは、精神的支柱取っとこう。まあ、こんなもんかな。筋徳的に1、2、3、4、5、6、7、8、で、あと9だもんね。OK! 行きましょう。はい、終わりましたね。問題なく終わりました。はい、あとはゴーダくん、しっかりと練習に来てください。はい、体力回復ナイスですね。で、ゴーダ、いいね、いいね、いいね。ゴーダ、これではありがたい。これはありがたい。あー、メンタルも欲しいところ、精神も欲しいところですが、これはこっちでいいですね。さすがに、安牌取っておきます。はい、ゴーダくん。で、ゴーダくん、次踏めば OK ですね。次踏めば OK。クリアです。はい。で、そして、ゴーダくん、これで OK ですね。で、無理だね。こっち行きます。はい、ではメンタル行って終わらせましょう。で、次からでかい練習欲しいね。はい、完全一致。はーい、これで OK でーす。完全一致、完璧です。はい、史上最強、海王さん。これでもう、いいでしょう。3冠。目指せ3冠。で、金徳はもう全部取っちゃいまーす。OK ですね。
あとはガツガツ上げていくのみ。タックいいとこ集まって。あー、微妙。お、悪くない、悪くない。これ、どっち行こう。筋力欲しいな。筋力欲しいから、両方とも筋力稼げてる。これ、メッシでいいんじゃね？敏捷ちょっと足らないですもんね。技術は多分余るというか結構今もらえてるんで、こっちだな。メッシ行ってきます。いいですね。筋力もらって、敏捷もらっておきましょう。はい、メッシ。何くれるかな？マリーシャとか潰したから、あれ？ちょっと待って。待って。大一番潰そう。決定力も潰そう。レンジ、大一番潰す。はい、これでいきます。さあ、メッシ、何くれますか？さあ、あと3ターン。あと3ターンが無双できる。突破力、いいでしょう。こっから無双状態なんですよね。はい。ドリンクも結構あるはずなんで、しっかりとタック来てね。ドリンク93ある。全タック踏めるはず。で、オフェンスに集まってくれてない。うわ、ここいる。1人タックがいたらな。違うかったんだよな。まあ、とりあえずオフェンス行きましょう。筋力は稼げる。はい、オフェンス行きます。で、次からもしっかりと来てください。ここなんだよな。ここでタックどれだけ踏めるかで変わってくるんだよな。あー、微妙だな。微妙ってるな。微妙だな。桜庭くんでいいかな。で、とりあえず、徳野も振っていきたいんだけども、この辺じゃ取っとくか。でも、技術余りそうなんだよな、こうなると。多分、オフェンス振ってもいけるぐらいの技術あるから、技術はもういらないとして、何取るかなんだよな。桜庭のコツ。桜庭のコツそんないらないしな。まあでも、これが一番いいのかな。シュート力とかくれるとありがたいけどな。ムード取ってる、大一番取ってる、爆発力取ってる、終盤はいらない、マーク外し、シュート、あたりが欲しいかな。なんか、トラップとかくれそうな感じがする。ダッシュでもいいな。桜庭のコツもらおう。桜庭のコツもらっていきます。せめてフィジカル。何くれる？まあ、よくはないな。よくはないね。はい、しっかり前半後半行きましょう。で、これは振らないといけないですね。結構、いるんで。で、パワーをどうするかなんだよな。S にしたいんだけどな。S にしたら、筋力が、まあ、いけるか。ちょっと足んないかな。振りたいもん、さっき振ろうか。ちょっとな、筋力な。ヘディングも枠あるし。守備反応はいらないとして、シュート力が欲しいんですよ。で、突破力はもう抑えちゃう。まあ、筋力振っちゃうか。まあ、振ってもギリ足りるとは思うんだけどな。これでいきます。はい。では、行きましょう。試合行きます。はい、終わりましたね。まあ、とりあえず終わりましたと。で、でかいタックが来てほしい。できればフィジカルに来てほしい。残念。まあ、オフェンス、おー、でかいの来てる。まあ、オフェンスかな。オフェンスで、桜庭くんに、もらいたいかな。とりあえずトラップ潰すのはありかな。トラップって確か桜庭くん持ってますよね、コツ。コツ持ってるかもしれないので、トラップだけ潰し、ダッシュコツかフィジカルコツ、シュート力コツ、この辺をもらえれば、ありなのかなと思ったりもしているのですが、とりあえずトラップ潰そっか。確認しとく？一応確認しとこう。確認でトラップ持ってますね。持ってますね。ということで、じゃあトラップ潰します。で、トラップ潰して、あとは、振ってから、じゃあ、練習してから、踏んでいこうかなと思います。オフェンスいきます。はい。残念ながらでかいタックは来ませんでした。はい。ダッシュ、いいでしょう。で、ここですね。しっかり前半後半やっていきましょう。そして、ダッシュの、ドリブラー20丸、キープ、パス。で、シュート力1は欲しいんだよな。で、マッチアップの、
フリーキック。で、カウンターと、ラッキーボーイ終盤のほとんど取れるんじゃないこれ。結構来てるね。結構いい感じになってたんだね。ほー。結構取れてる。マジか。筋力はちょっと足らなかったぐらいかな。まあまあまあ、次筋力をちょっと稼げるようにしないといけないっていうところですね。はい、ではこれで行きましょうか。これでとりあえず行ったらいいでしょう。まあ、溢れることもないだろうし、代わりも取っとこう。精神で欲しいもほとんどないからね。根性回復、キャプテンシー、まあ、その辺か。はい、ではこれで行きましょう。行きまーす。はい、終わりましたね。まあ、とりあえず終わったので、はいはいはい、やっていきます。はい、OK ですね。で、とりあえず、とりあえず経験点は 16,572。 まだ足らないんだな、経験点がな。もうちょっと出したいところなんですけどね。で、どうしようかなと。どうしようかな、オフェンス100にするか。オフェンス100にして、PK、ボール出し、あー、どうしよう。スピード上げるか。スピードってこれぐらいで査定あったっけ？なんか査定あったよね。査定、サイドハーフだから、サイドハーフなので、100でもあるし、98でもあるよね。で、空中戦。ああ、リード。これをやめるとしても、フィジカル取れないんだな。スピードやめた方がいいな。で、フィジカル、お、リード取れないや。あ、マジか。じゃあ、オフェンスやめときます。オフェンスやめとこう。リード。で、あー、そういうことか。筋力が足らないんだな。筋力が足らねえのだな。で、まあ、キープでも取って、技術が余ると。キャプテンシー、技術が余ると。テクニックそんなにいらないな。メッシ抜くか。でもメッシな、敏捷に来て、スピードに来てくれる可能性があるから強いんだよな。テクニックサッタックがそんなにいらない。じゃあもうあれだな、ラキティッチいらないな。ラキティッチはいらない。で、スアレスはまあステイしといて、矢部坂とか入れるのありかな。矢部坂ね。うん。まあそんなもんか。そんなもんですね。筋力がもうちょっと惜しかったんだよな。うん、そうだね。筋力が欲しかったね。はい。まあ仕方ない。これで終わろう。ちょっと査定の振り方がちょっと微妙かもしれないけども、微妙かもしれませんが、多分筋力とかは全然足らないんで、これしか振れないんですよね。うん。これしか振れない。技術がね、余っちゃったね。まあ、しょうがない。オフェンス振れればよかったけど、振っちゃうと技術が、筋力と精神が足らなくなっちゃうんで。はい、これで終わらせていただきます。じゃあ、適当に振っとこう。そうか、スタミナ100にならなかったんだな。精神そんなに踏まなかったんだ。はい、まあいいや。はい、ではこれで終わらせていただきます。US 星2か、2かな、いけって、ワンチャン3かなって感じですね。はい。US、星2。うん。まあ、こんな感じで、うん、桜庭くん、強かったっす。使わせていただきました。お疲れ様です。ありがとうございました。まあ、ちょっと、イビキャラね、ラキティッチとか、メッシとかは、ちょっと考え直した方がいいのかなと思いました。また次からね、どんどん挑んでいこうと思っております。そっちの動画もお楽しみにしておいてください。
はい、ご視聴ありがとうございました。本日の動画はここまでとさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。